まず後です、えー、聖書1日1章の時間となりました今日は、えー、イザヤ書の48章です。では、早速、えー、イザヤ書の48章を見ていきます。<coughs> えー、イザヤ書48章、えー。これを聞き、ヤコブの家よ。あなたは、イスラエルの名で呼ばれ、ユダの源から出て、主の皆によって近い、イスラエルの神を呼び求めるが、誠実をもってせず、 また正義をもってしない。確かに彼らは聖なる都の名を名乗り、イスラエルの神、その名はバングの主に寄りかかっている。先に起こったことは前から私が告げていた。それらは私の口からで私はそれらを聞かせた。にわかに私は行い、それを成就した。あ,あなたがかくなであり、首筋は鉄の毛。 期待は正道だと知っているので私はかねてからあなたに告げまた怒らないうちに聞かせたのだ。私の偶像がこれをしたとか、私の中像や板像がこれを命じたとか、あなたが言わないためだ。あなたは聞いた。さあ、これはすべてを見よう。あなた方は告げ知らせないのか。私は今から新しいことをあなたの あなたの知らない姫ことをあなたに聞かせよそれは想像されたずっと前からではない。今日まであなたはこれを聞いたこともない。ああ、私は知っていたと。あなたが言わないためだ。あなたは聞いたこともなく、知っていたこともない。ずっと前からあなたの耳は開かれていなかった。私はあなたがきっと裏切ることを、歯の体内にいる時から背く者と呼ばれていることを知っていたからだ。 私は私の名のために怒りを送らせ、私の栄誉のためにこれを抑えて、あなたを私滅ぼさなかった。見よ私はあなたを練ったが、銀の場合とは違う。私は悩みの路であなたを試みた。私のため、私のために私はこれを行う。どうして私の名がけがされてよかろうか。私は私の栄光を他の者には与えない。私に聞け、ヤコブよ。 私が呼び出したイスラエルよ。私がそれだ。私は初めであり、また終わりである。誠に私の手が地のもとを定め、私の右の手が天を引き伸ばした。私がそれらに呼びかけると、それらはこぞって立ち上がる。あなたが皆集まって聞き、誰がこれらのことを告げたのか。主に愛される者が、主の喜ばれることをバビロンに、えー、仕向ける。 死の身をではカルディア人に向かう。私がこの私が語り、そして、えー、彼を呼んだのだ。私は彼を来させ、彼の行うことを成功させる。えー、私に近づいて、えー、これを着て、私は初めから隠れたところで語らなかった。それがあ起こった時から私はそこにいた。今、神である主は私をその御霊と共に使わされた。 あなたはがなうし、イスラエルの聖なる方はこうせられる。私はあなたの神、主である。私はあなたに益になることをし、あなたの歩むべき道にあなたを導く。私があなたの命令に身を傾けさえすれば、あなたの幸せは顔のように、あなたの正義は海の波のようになるであろうに。あなたの子孫は砂のように、あなたの身から出るものはマサゴのようになるであろうに。 その名は私の前から立たれることも、滅ぼされることもないであろうに。バベロンから出よ、カルテから逃れよ、喜びの歌声を上げて、これを告げ知らせよ、地の果てにまで響き渡らせよ、主がそのしもべ、ヤコブをあがなわれたと言え。主が乾いた地を通らせたときも、彼らは乾かなかった。主は彼らのために岩から水を流れ出させ、 出させ、岩を裂いて水をほとばしり出させた悪者どもには平安がないと死は仰せられる、えー、感謝いたします。イザヤ書の48章でした、えー、この聖書の御言葉をあなたの心魂に、えー、この聖書をあなたのもとに、えー、マサートの聖書一日一章、えー、マサートの,の YouTube チャンネル登録またコメントいいねボタンとよろしくお願いいたします。 えー、次回のお最初一日一緒。いざ一緒でお会いいたしましょう。マスター、ま、でした仕上げです。パセンブルズユー、シャロム、シャロム、シャロム。